回は本気出せばアカシアもミドラもぶちのめせてた長男に対する美食家の反応を紹介します。でもぶちのめしたらそれはもう一流じゃないんだ。いや無理でしょう。味方陣営の師匠というか前世の象徴としては満点な人だと思う。本気というか悪魔に頼るキャラなら勝てた、頼らないキャラなのでブルーニトロにすら勝てなさそうなのが本編一流。まあアカシアのフルコース食ってたら最強だろうな。本気出せばというかちゃんと美味しいもの食ってればというか。ちゃんと食ってりゃ悪魔なしでも多分できるコンビいないから何の意味もなかったけどな。ちゃんと食べてればおそらく余裕で最強キャラなわけだが、それをする一流は一流ではない問題が出てくるのがな。少しでも怒りがあればマイノリティワールドでテイストチェンジもどきができるかもしれない問題は怒りがなさそうなところど。宝飾の時代のトップのくせに自分のフルコースを送るかもわからん気が9歳のために設定する男だからな。そもそも若い頃から他に分けて自分は豆食ってるような男だからな。嫌なんで、そんな男が老いを考慮してもあんなバカみたいに強いんだ。息子たち、四天王、ガオヤジ、俺のフルコース完成宿に食ってくれようしたら食ってたんじゃない？500年くらい前の状態から現状維持できてればまだ可能性あった。でも節馬場曰く長いこと多くは食ってなかったみたいだから衰えが来るのは仕方ない。一夜漬けの一流と普段からちゃんとしてたミドラの差、それでも殺意があれば結果は分からなかったらしいが。豆食いの一流は別に IGO を立てた後人見分け与えようってなったからというわけでもなく、それ以前からやってたという狂気。ミドラ戦時のドンスラさん使って、頼むから私の力使って。大してうまくもない豆を数百年一緒につまむだけで宇宙級の悪魔の思考を変えるという偉業。自分の技で殺す気でも掴み橋した時に奥義一本橋を使えば殺せた。攻撃を受けて死ぬ少数派の生命活動を多数派にしていたはず。掴み橋の時はミドラ負けかけて、マイノリティワールド解除後は奥義一本橋でも勝てなかったしっていう時点で、明らかあれは防御だけじゃなくて攻撃にも応用される能力だから、殺す気ならいつでも殺せたっていうのは嘘じゃないと思うぞ。でもこの性格だからこそ IGO を世界規模にまで拡大できたんだろうし、何よりマンサム、アジ仙人、ドンスラたちを改心させ四天王を真っ当に成長させたのは紛れもない偉業だよね。どこまでも優しすぎた最強ドンスラに、フローゼの飯食えよって言われて、その返しが、でもこんな時代だから弟たちに腹いっぱい食わせてやりたいなのがもうね。一流がこの性格じゃなかったら強さ的にこの漫画は終わるけど、その場合四天王も拾われないし IGO も存在しないので、そもそもトリコが始まらない。うまいものを食えば食うほど強くなる世界なのに、粗食資格はないで全盛期は二郎泣かすレベルの強さなの、おかしいよ。才能なら最強だろうけど、実力なら神アカシア、食運コピーミドラ、ミオオカミ、アカシア、一流、ミドラぐらいで終わったと思ってる。そりゃ祝いの席くらいは食うかもしれんが、普段からもっと良いもん食えって話では。トリコが持ってきた虹の実のワインとかオゾンソウとかはちゃんと飲み食いしてるけど、一流の実力からすると文字通り腹の足しにしかならんのよな。フルパワー一流は実現不可能なローマン枠だからね。何がひどいって、このじいさん老いぼれた現在の時点でミドラからアニシャが殺す気で戦ってたら勝敗は分からなかったという賛辞までもらってる点。めちゃくちゃ細胞活性させてる義弟と違って、普段豆ばっか食って特に細胞を鍛えてすらいない男に対する評価じゃねえ。一応ドンスラが一流復活させてれば実現可能なんじゃないか。弟子たちが寄ってたかって食材を持ってきたらよかったのか。悪魔縛りってトリコで言うとナイフフォーク縛りみたいなもんなのかね。鬼縛りでしょ、箸は使ってるし。そういう意味だとミドラも一流戦では悪魔使ってないけどね。食材をみんなに分け与えた男が、分け与えることを覚えた弟子たちに、これをあんたに食わせたかったって持ち込まれまくって強さを取り戻すのか、なんかいいな。悪魔が同行より除愛化の火力、ブルーニトロイカの察知能力しかない弱体化がね。そもそも一流側が殺す気がないからめちゃくちゃ加減して攻撃してたってたならぬミドラが言ってるんですけど。ぶっちゃけ悪魔縛りは相対したもんじゃない、持ってないやつの方が多いし、何百年と粗食を続けててまあまあ若いのとあの強さなのはすごい。手加減じゃなくて奥の手があったという話だぞ。ドンスラ使用するというな。赤鬼すらフルコース6つ食べた時点だとブルーニトロイカなので、中の悪魔はそんな万能ではないんだよな。フルコースがどうの以前にトリコが弱すぎただけな気もする。悪魔に関してはアカシアのフルコース食えば強さ取り戻せる設定だから、トリコの自身の強さはあんまり関係ない。そのあたりはジョアやブルーニトロが強いってことで、
この漫画の世界観において食ってないことのデバフは凄まじいんだろうな。サンデシは地球破壊クラスの強さがあるが、それを実行しかねないのはミドラだけと言われてるから、他二人は普段はかなり加減してる。なんならミドラも地球破壊自体は実行しようとしてないから加減しているのだ。一流は言わずもがなだけど、次郎もアカシアの教育もあってか腕力はやばいが、美食屋としての完成自体はかなり普通よりだからね。グルメ界挑戦した鳥越のアドバイスとか。次郎はアカシアに力封印されてたからな、純粋な出力で恐れられてたタイプ。何期にフリーザ孤児に当たるドンスラを凄まじいレベルのアマちゃんにしてる人たらしでもあるっていう。宇宙の帝王を気取ってた傲慢なやつが自らの命を犠牲にラスボスと相打ちしようとするくらい丸くなるとか、悟空さでも無理だぞ。ミドラ戦は殺す覚悟の全力ではあったと思う。ミドラがかつて戦謀すら覚えたアニシャの全力がこの程度とはって言ってるし、ミドラがこれっぽっちとはと言ってるから老化がひどかったのも確かなんだろう。食運森吉の女王はともかく、青鬼トロは明確に怪物側なんだよね。グルメ細胞の悪魔そのものだから当然なんだが、ごめんジレスだけど、その後に本気で私を殺す気ならばってあったから殺意はなかったわ。カンちゃんすぎる。倒す気ではあるし、最後の言葉は伝えるし、遺言も聞く気でもあるっていう。会話するつもりでの本気だからね。敵として殺すではなく家族として倒す気だったから敗北してっていう流れ。あの時に一流が不意打ち食らわなかったら、ハンブリースペースに自動追跡を加えるのは無理だから攻撃当たらないと思うぞ。同様の効果を持つアカシアのテスラマイノリティワールドの対象内なんだし、ハングリースペースそのものに自動追跡効果がないとマイノリティワールドの対象内になる。あの場に次郎が参戦してたらな。家族として止めに行くとしても次郎の方が良かったかもしれない。エアに逃げられることもないだろうし、人類の危機に備えて救済用のフルコースにしてるのマジで優しすぎる。本当に次郎が一回も勝てなかったとかヤバすぎ。アカシアは一流には全部明かすあたり本当に強すぎたな。トリコ世界の強くなる方法全否定で最強なの好き。ドンスラありの容赦ない一流ってアカシアより競争だと思わせる時点で強いし、多分勝てる。皆が一度は憧れるジジイ。グルメ細胞も使わずあの強さはやべえ。あのジジイたち優しすぎるんよな。ギネスも結局次郎に甘かったしね。一流相手にヘッドシェーカーしても手の振動に合わせて頭も揺らせて威力を減衰させる絵しか見えない。崇高な精神と優しさを持っていたからこそあの強さと食霊を持つことができたんだと思うけど、やっぱり惜しいよね。まあアニメ版では活躍があまりなかったし、展開が無理やりだったけど生存してたのが救い。一流は優しさが最大の弱点で魅力なのは分かったけど、次郎強い生物すぎて人間との間に子供できるかも含めて徹底までの流れが気になりすぎる。漫画版で最後はアカシア一家でテーブル囲んでたけど、アニメ版はみんな生きた状態で三兄弟和解見れたし、あれはあれで好きだったな。アルコール苦手なのに土産にもらったらとりあえず口つけるあたりに人柄出てると思う。ギャグよりの描写だったけど、弟二人に置き換えて想像してみると最低限殴られそう。酒弱いに狼って根底からキャラ崩壊してるけど、やっぱり会長は優しくて気遣いしすぎる人だよ。アッコはアニメの演技が素晴らしかった。 W ブヒャーアルコール強いのところ W。 最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。